この番組は視聴者のためにパチスロライター木村魚拓が私利私欲をして大当たりと女の子のすっぽんぽん、そうスロとエロの融合を目指し奮闘する前代未聞の番組である。魚拓と成瀬の月とすっぽんぽん、もういいじゃん、グイッチョペロッと、すごいよ。小学生並みの頭脳を持つ矢部はさておき、今週もムフフがすげえぞ。スペックをご紹介します。上から84、59、85の D カップでございます。差し押してんじゃないのこれ、59とか見てみましょうか。じゃあまずは本当は84、76、89みたいな、誰みたいなね、誰みたいなのが出るんじゃないの。今までいなかったじゃないですか、その剣刺すやつ、なんだっけあれ、何それ、あるじゃん、こういった、黒ひげ、黒ひげみたいなの出るんじゃないあれ、さあお呼びしましょう、倉持凛さんです。わー、確かに黒い、こんにちは。かわいい黒ひげ。何それ？かわいい黒ひげって何？なんかもう香りが違います。何の香りします？なんかね。香りしますか？うん、あのすごいシーブリーズの頃、あの高校生を思い出すような香りが。甘酸っぱいやつ。もうめっちゃきますねこれ。でも私確かにすごいいい匂いする。うん、新潟の海で長野の女子をナンパした時を思い出しましたちょっと田舎じゃないなおいつでナンパしたことを思い出しましたこれ。めっちゃいい香りします。いい香りしますね、パパストライクさあ対決対決、今回の騎士はお色気要素も満載、真田純義ラブストライクともう一台、人気アニメのタイアップ機テラフォーマーズで勝負。でもなぜ2機種もあるのか、これには月スポ史上初の複雑なわけが。私が真田を打ちます。いやいや、そういうんじゃない、どうした、いや本当に本当に勘弁してほしいんですよ。何をした、私今そんな強烈が嫌いなんですか。いやいやいや、何ですか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 、はい、すごく嫌いですか、嫌いですか、大好きです、大好きなんですけれども、はい、私の今ね、こう27年間のピンチが、最大のピンチが本日訪れようとしていて、多分その読んでる方とかはね知ってると思うんですけど、そのテラフォーマーズっていうのがね、そうです、何だろうっていう、まあ火星に住みましょうっていう話になって、ただ火星は温度が低い、気温が低い、はい、じゃあそれを温めるためにどうすればいいか、だからその火星を黒くしようっていうんで放ったのが、そういうこと、本当にやだ、ゴキブリだったんですね。もう本当に私名前聞くだけでも無理なんですよ、ゴキブリだったんですよ。いや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 、本当に無理なんですよで、そのゴキブリを駆除しに行こうと、うわ、行ったらそのゴキブリが突然変異でものすごいこんなムキムキになってなっていうお話ですね。もう恐ろしいじゃないですか、私死んじゃう、そんな一撃で死ぬ家に出たら帰らないんですよ、帰らない。じゃあもしじゃあナルさんに、いや そんな俺ゴキブリじゃないって大丈夫です黒いじゃないですか、黒いからじゃあもしですね、あのじゃあナルさんが仮に彼氏がいるとします、はい、彼氏の、はい、まあまあ浮気相手が家にいるのと、うん、ゴキブリが家にいるのとどっちがいいですか。全然浮気相手で大丈夫です、そこまでですか。浮気相手40人くらいいてもらって大丈夫です、本当に無理、本当に無理、今日みんなに言ったのテラフォーマーズだったらマジで来ないって絶対に絶対に打たせないって言われたの、なんで私絶対に打たせないって。じゃあ勝てよ、勝てないもん、そういう時で勝てるよ、大丈夫、ダイダー出してもいいよ、ダイダー出してもいいよで、勝った方が好きな台を選ぶこの勝負にやっぱり成瀬が負け、成瀬収録休んで帰宅か笑い方待って出たくないしかし優しい魚拓がテラフォーマーズを選択、成瀬が真田を打つことに。その代わりに俺の方が先にボーナス当てたら、はい、お前ちょっと代わりにテラフォーマーズ、ボーナス一番先に、だから先に当てればいいんだよ、頑張ろう当てりゃいいんだよ、当てりゃいいんだよ、はい、今日はじゃあガチだねこれ。いや本当にマジで危機、どうしようルールはシンプルに、実戦終了時点で獲得枚数が多い方が勝利。
魚拓の頑張り次第では倉持凛ちゃんがセクシーショットを届けてくれるぞ。ご期待あれ。